ピエテル・モルティエ、チリとリョウ1700年頃。チリとリョウは、山上の水訓において述べられたイエスによる、例え話の一つで、マタイによる、福音書七章一節から五節にかけて記述されている。この原説は、ごく短く、人を裁くことの危険を語ることから始め、裁く者自身も、同じ基準で裁かれることになると述べる。ルカによる、 福音書六章三十七節から四十二節にかけて記述されている平地の説教にも同様の記述がある。新約聖書の記述は以下の通りである。七、一人を裁くな。自分が裁かれないためである。七、にあなた方が裁くその裁きで、自分も裁かれ、あなた方の計るその計りで、自分にも計りが与えられるであろう。七、三、なぜ 兄弟の目にある地理を見ながら、自分の目にある針を認めないのか。七、四、自分の目には、量があるのに、どうして兄弟に向かって、あなたの目から地理を取らせてください、と言えようか。七、五、偽善者よ。まず自分の目から針を取り除けるがよい。そうすれば、はっきり見えるようになって、兄弟の目から地理を取り除けることができるだろう。マタイによる、福音書七、一から五度目にコフェッティ。 地理と量の空は1619年頃。この話の教訓は、偽善、独善、他人に難癖をつける行為の戒めである。ここで用いられている類推は、他人の目の中の地理のような小さいものと、自分自身の目の中の大きな木の量の対比である。ここで、地理に相当するギリシア語原点の単語は、何らかの小さな乾いた物質を意味するカッパローファイ。 カーフォースである。英語における記述で、モテとビームを最初に用いたのは、近定約聖書であり、他の英語約聖書は異なる用語を当てており、例えば申告裁判聖書では、スペックとプランクとなっている。21世紀の英語において、モテは、空中を浮遊しているような誇りの粒子を意味するが、この文脈では、木くず、おがくずといった簡易である。この例えは、 イエスが慣れ親しんでいたであろう、大工の仕事場を想起させるものである。同胞の目に入ったゴミを取り除こうとする者が、自分の目にずっと大きいゴミが入っているという構図は、同胞を規制しようとする者はしばしばより深刻な暗具と偽善に陥っているということを隠味として示すものである。このようなことわざは、ユダヤ人にとって身近なものであったとともに、他の 数多くの文化にも見受けられ、例えば古代ローマ後期の人物であるアテネのアテナゴラスが言及しているラテン語のことわざにはメリトリックスプリカムがある。ありがとうございます。